いや、あの、次なんですが、先生がですね、あの、言語聴覚士を目指したきっかけを教えていただけると思います。はい、そうですね、まあ、私先ほどもね、言いましたけど、住宅メーカーを勤めてまして、で、まあ、やはりあの、まあ、なんとなくその前に人のために、困ってる人のために仕事をしたいっていう、そういう気持ちがやっぱりちょっとありまして、でそんな時にちょうど言語聴覚士が国家資格になったんですね。はい、そういうタイミングになりまして、まあ、まさにその、話すとか食べるっていう、その人にとってとても大事な、ことが、それが障害されてしまった方 の、 そのリハビリの手伝いをするっていう、そういう仕事だとしてですね、これだと、思いまして、はい、目指すことになりました。次なんですが、ですね、先生がですね、ST として働いてた時 の、 お話で大変だったこととか嬉しかったことがありましたので、はい、まあ、私は、まあ、先ほどちょっとどこで言い直そうかと思ったんですけど、病院ではなくて老人保健施設なんですね。はい、はい、で、老人保健施設またちょっと病院と違いまして、ST の業務だけではなくて、もう生活全般、まあ、もちろん病院もね、いろいろ大変だと思うんですけど、本当に通所の方の送迎ですとか、あと、まあ、レクリエーションなんかも、介護福祉士さんと一緒になってやってるですとか、そういった、こともありまして、まあ、中にはお出かけレクっていうのもありまして、日曜日に、利用者さん何十人も連れて、まあ、いろんなお出かけする企画を、まあ、介護福祉士さんと一緒にやったりしてたんですけど、どこに行くんですか？まあ、いろんな例えば、どこでしょうね、まあ、でイオンに買いに行くとか、そういうのも含めてなんですけど、私一回海を見に行くっていう企画がありまして